はい、すで本日はですね自民党が東京都知事選挙から逃亡して、えー、もう小池百合子にお願いしますということで、えー、もう小池さんじゃないとだめなのっていやまだ小池すがりなのかと、えー、いうことで東京15区の選挙でですね、あのー、負けた小池百合子いまだ都知事選挙にはあの自民党に耐えられるという状況になっておりまして。 ええんか本当にそれでということで、えー、本日はですねあの元白報堂の作家の本間さんと、えー、まあ自民党がね何で逃げたのかでそして、えー、じゃあ何を狙っているのかそして小池百合子はですね次、カイロ大学卒っていうふうに書くと元側近のですね小島さんからですね刑事告訴されると、えー、まあ正確に刑事告発されると。 いうことで、えー、これは一体何なんだと、もう本当に混迷を深めております。で、このあたりを話ししていきたいというふうに思います。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちなみにこれ5月のですね15日に撮影しているんですけどもあの、東京都知事選挙はですね6月20日に告示があります。こんな人たちが出るよーってこう一斉にこうペタペタ貼られるわけですよ。で、そこから、えー、と7月の 8日 ?4 日まあなんか2週23週間後ぐらいに、まあ、その結果が出る感じにあ4 7月の7日だ7日に出るんですよで前回の結果一応おさらいをしておきたいなと思いますが、えー、前回通ったのはですねこれ2020年の6月18日、ねえー、に告示があってですね投票日は6 7月の5日と2020年ですねで小池百合子さん 366万1,371票、えー。投票されたうちですね59.7%トゲットで2位がうちの番組もねあの出てくださった宇都宮健二さん84万4,151票で、えー、3位が山本太郎さん。 ねえー、れいわ新選組の代表65万7,277票で4位に入っているのが小野大輔さん、えー、61万2,530票まあこれぐらいでいいかなあとはもう桜井真子さんとか橘崇さんとか台場の票数が後藤輝樹さんの、えー、と政見放送は面白かったなという記憶がなんとなくありますけどうんまあこの辺りなんですけどちなみに、えー、じゃこのね その後を見ていきますと小池恵理子さんはですね,ねあ,のあの人は今、えー、現在都知事を続けていて次の選挙出るか出ないかまだ表明してませんけども、まあ、出たらカイロ大学卒と書いてしまうと小島さんから刑事告発されちまうとこれは学歴詐称経歴詐称ですねでん宇都宮健二さんは今何をしているかというとですねこれがあのご、えー、今年の2024年2月8日の えー、記事なんですけども5ヶ月後の都知事選へ立憲共産宇都宮氏ら共闘協議というふうになっていて現在ですねあーの野党立憲民主党市民団体による選定委員会というところがあって都知事選の野党統一候補を数人に絞られる5月2日ということになって小池合子の対抗馬一体誰になるのかとなっているんですけどあの。 何ヶ月も前から数人に絞られる。数人に絞られる。数人に絞られる。れるってえー、とつまり決まってないよねっていうあのことになっていてですね。なんかもう最近、あのこの都庁を見るたびに都庁じゃなくって小池城に見えてきました。<laughs> 東京都庁というよりか小池城。ふーんたけし城。ふうんたけし城よりかはもうだいぶお金かかってますよ、これは。<laughs> で、<laughs> えー、じゃあ宇都宮さんが今要するにあの自分では多分出ないんでしょうね自分では出ないけども、うん、まあその選定委員会に関わ,関わっているとで、えー、この3位の山本太郎さんは、えー、その後国会議員に返り咲いたとで、えー、小野泰輔さん ねえー、これ熊本県の,あの元副知事で、えー、維新の推薦を受けている人がこれがねほん山本太郎と同じぐらい取ったのは結構びっくりしましたよね。うんはい、でこの小野太輔さんは現在、えーま、戦略だったんだと思いますけど東京都知事選挙で61万票を取ったという実績を持って、えー、維新で、えー、東京の国会議員に今なっている方ですね。 でただ、馬場代表がこんなにアホやったんやということに衝撃を受けて、えー、離島も考えているという報道が文春にあ合出てていて、まあ、そりゃ馬場代表に知性を求めていたらちょっと目が曇っていたとしか言いようがないですね。まあ、ちなみにあのこの小野泰輔さんは東京大学法学部を出て、ね、IT 電通といわれるアクセンチュアで働いた後に国会議員の秘書を経て。 でそれでいろいろあってからあの今ですね比例東京ブロック東京一区でああのまあ、やっているとういう方うーんまあねどう見ても馬場のし下でなんかしていく人には見えないよねどう見ても、はい。でそこら辺までが60何万票を取っている人たちでここから大きく下げてですねえっと桜井誠さん17万票取りましたからそういや 何してんだろうねこの人最近,最近、ねうん、で立花隆さん4万3914も,うもうここまでやるともはやもはや東京都民1200万人おりますので誤差、うん、何してんでしょうね最近あのー、えっ、ー、とほら、えー「翼の党は反社会勢力だ寄付するとお前も暴力団関係者だと思われるぞ」みたいな動画を。 なんかアップしてましたね。上げてたねはい。で、えー、幸福実現党の、えー、広報部長の七海ひろこさん。もうこことか、後藤輝樹さんとか、えー、このあたりになっていくと、もう、な、な、えっと、だ、誰だ,だーみたいな。そうだね。はい。あれ、えー、っと、彼も入ってたっけ。んん誰。えっと、なんだっけ、ほら。なんだっけ、ほら。 この間逮捕されてどっかの市議になったけど逮捕されて辞めたえそんな人いたうんちょっと待ってちなみにあの人は今で言うとやっぱり平塚正幸さんうん覚えてますか国民主権党の平塚正幸さんえー、この方ですね東京都知事選挙に出た後に本間さん全く知らないと思いますけど あのー、ちゃんと千葉県知事選挙に出てたんですよ、えー、実は出てたんで、この方、私が最後に認識したニュースは2022年4月28日、中学生を妊娠させた党首、政治活動の武器にする気配、点点点。<お> 我々のこのこ想像力を超えててるよ、ね、はいいもういろんな人が出てきますあの今間違えてですねえっ、ー、となんかちょっとこんな表まで「原因行動思考結果」っていう別にタはないんですけどなんかこのあの表が出してしまったんですけどまあまあいろんな人が出てくるんですけどまあまあいいですいいですそれから置いといてもやっぱり小池百合子と小池百合子の対抗馬はどうなるのかっていうところがやっぱすごくですね。 気になるところなんですけど小池恵理子さんはあの小島敏郎さんが刑事告発をするぞと言ってますよね、えー、小島敏郎さんっていうのはあのー、誰なのかというと、えー、小池恵理子さんのブレーン、ね、でかつ、あのーまあ、都民ファの事務総長をやられていた方が「ふざけんな」と「お前、あのー、嘘つきだろ」っていうふうに言って、えー、小池恵理子さんのこう刑事告発を、あのー、検討してるぞと。 こう言っている人なんですよでこの刑事告発するって何をするのかっていうとあの学歴詐称問題でねこれはいかんとねえ次の選挙で学歴詐称でもしまた書いたらこれはもう刑事告発しますよっていうふうにですねこの文春の記事でも言っているんですけど小池恵合子元側近小島敏郎劇薬公,公職選挙法違反で刑事告発しますっていうふうに。 こう言っていて、うん、これが一つの山。で、えー、っと、え、この刑事告発をするぞというふうに言っているんですけど、まあ、あの小池百合子さんね、最近、翼の党の,あの代表に、えー、だ翼の党にあのとつられまして、 ここは日本なのかと思いますとかって言ってたけどいやいや何お前がここはエジプトじゃないのって <laughs> ここはエジプトじゃないエジプトだったらつぐらいあるあるあるエジプトだったらトツぐらいあら,いいらカイロ大学はあのもうオサマ・びン・ラインとかまで卒業しててサダム・セインとかもあのあのサダム・セインが卒業してるんですよね で、アルカイーダの面々とかも確か在学してたはずなんで、まあ、それに比べると、トツっていくらでもあるよ。うんうん、なんてもんじゃないよ。そこからのお前、あの卒業証書、首席卒業とかって言って、あそこは、ドーランとランのカイロ大学なんですよ。ねアラファト議長からサダム・フセイまで出すようなところなんですよ。それが、とられたくらいでね。 ここは日本の,の命の危険を感じましたとかね、まあ、何を言うとあたらカイロ大学私席卒業やったら乗り切れよそれぐらいというまあていうかあのああいう態度を見ていてもですねカイロ大学でお勉強されていないんだなぁということが私は分かってしまうんですけどカイロ大学ってほんと動乱暴力なんだろうねもうそういう混沌としたところですからもうとつられたぐらいでお前何ビビってんだよ。 だから本当はビビってないけどビビったことにしとかないと別に何もビビっちゃいないのかもしれないあ、まあ、あのなんで、えー、とここは日本なんですかっていうふうに小池さんが言ってたのはいやいや学歴詐称を強引に権力でねじ伏せているあなたがそれ言うっていうふうに、まあ、思いましたけどね、うん、はい。 でまあそういう小池百合子さんに対する対抗馬は先ほどもちょっと説明しましたけども今のところ決まってない、うん、ないんかね、うん、今井さんが言ってたけど、うん、ジャーナリストのね、うん、今井はじめさんが、うん、なんか自分のところにはなんかもうすぐ決まりそうだっていう連絡が23週間前に来たんだけど、うん、結局まだ決まってないらしいっていう。 多分またしばらくするともうすぐ決まりそうって連絡くるんじゃないですかまあ来るだろう。うん、そりゃだってもうすぐ決まんないとまずいんだよ。<laughs> まあそうね。今もう5月の15日なわけでね。うん、もう工事までもうすぐに迫ってるわけでさ。うん、まあこれ、まあ、まあもうやっぱりどんな遅くても1ヶ月ぐらい前には決まってて、うん、ニュースとして流し始めないと浸透しないじゃないです、うんうん、から決まっ。 えー、決まりそうでも決まりそうって言われてからそういえばこの日曜日に今井さんと収録した時に「うん、あの話ってどうだったんですかね?」あれから何の連絡もないないって言ってて。<laughs> 決まりそう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 」あっちを立てるとこっちが立たずこっちを立てるとあっちが立たずっていうのを多分何回もえんえんってやってるんだと思います。 多分ねんで一応この回では若いこと、うんえっと、一応その政治に多少は関わっていた経験があること、うん、それとできれば女性<ー>っていういろんなさ、うん、まあ条件面を話し合ってたらしいんだけど、うん、なんか今井さんが23週間前に聞いた時は。うん その全ての条件には合致しないがすごく国民的に名前は知られている人っていう人がもしかしたら出るかもしれないっていう。誰や全然わかんないけど。まあ、ちなみにあの今えっ、ー、とおそらく一月つき万冊を見ている年齢層の方々にはほとんどあまり知られていない、うんえー、人がですね東京都知事選挙にあの前向きに検討をしている。 人、うん、人が一いますでそれはですね石丸慎二さんね、はい、この秋高田秋高高広島県のこの市長を辞められて東京都知事選挙にでえっ誰って誰音楽 <laughs> しれないけどいやこの人はあのもう切り抜き動画でひとつ殺万冊なんかよりももう何倍も再生されてるネット界の有名人で。 大体20代とか30代の人に聞くとすごい知られてますよこの人。なんですけどじゃあこの人が出て小池合子に勝てんのかっていうとちょっと厳しそうやなそう今さで、うんえー、今ね、うん、あんな,なんでそのほら えっと結局この野党の会が対抗馬をパーンと出せないかっていうと、うん、まあやっぱりその小池の知名度どうしても知名度争いになっちゃうさっていうのが一つとうん、うん、今その都政ってさ普通の都民からすると争点がないよね。まあそうね。あの明確な争点これ 例えばリニアが通るとか通らねえとかさあのー、リニアモーターガ、えーがえっと、うん、工事だけはされるんだけども、えー、東京都には全く止まらず千葉県の立山あたりまで行ってしまうと、うん、ねでどうするんだ、ね、この野郎とかっていうようなこともなく特にないじゃない、うん、で小池ってさ過去2回なんだか変な全く達成されない公約を謎の公約をいっぱい書の公てを 結局それも全然こう達成されてないわけようん、うん、でも達成されてないんだが、うん、その達成してないものもはっきり言って富にとっちゃ別にどうでもいいようなもので天下太平でござる首都東京は多少物価が上がっても、うん、ま大丈夫大丈夫とここ5万いっぱいもういっぱい大企業があって法人税いっぱいもうわっしょいわっしょいと、うん、まあそういう感じなので。 あの正直、えー、あまりそういう時ってね人間政治とかどうでもよくなる。そうだから難しいんだよね。うん、あの本、ー、当なんか切羽詰まったさ、うん、あの争点が結局今存在してない。でまあこうやってこう例えば他の候補が出てきても、うん、小池がやったあの政策は絶対にダメだからひっくり返すとかさ。うん そういうものがないわけよ。まあね、大阪だとね、あのー、うん、こいつが今、争点になっておりますんで。そうそうそう。いね、そいつをぶっ潰すうかね。はい、あるけど、うんえー、今、東京都知事選ってなんかそういうものが、目に見えるものがないんで、そうすると、まあ、前職が圧倒的に有利だよね、うん、結局はね,ね。前回の東京都知事選挙ではですね、2020年だったんで、 オリンピックを中心するかどうかこれがですね争点にはなったんですよ、うん、なったんですけど明確に言っていたのは山本太郎さんぐらいで、まあ、それも65万票で小池さんに5倍ぐらいの差をつけられて負けてしまいましたから、うん、どうなんでしょうね争点まあこれは大阪ですけどねだからまあえっ、ー、と4年前に,だに彼女が掲げていたそのやつ、うん なんか引き続きしれっと出してきてさ、うん、うんうん、それをやるとか、うん、まあ、あのー、じゃあ、その4年前の公約を達成できなかったやつの首を取れっていうさ、うん、いう言い方をしたとしても、別に公約なんて、より子が勝手に言ってただけで、私は別に何とも思ってないわっていうのが。うん 大体東京都民の感じなんじゃないかなっていう気がするんだよね、まあ、ていうか、ユリ子が何言ってたか覚えてない。まあ、全く覚えてないだろう、ね。で、それに対して、東京都民はホなのかとかっていうふうに周りに言われたら、こっちたら人でございますわ、はははは、みたいな、なんか、タフ県の田舎どもがなんか言うてるな、みたいな感じで、あの見るのかな東京都民の作法で、まあ、そ,うそういう感じになりますから。なるよな <laughs>、はい だから野党もさ、うん、出しにくいわけよ。出しにくいね。出しにくいんだよ。うん、で、そうなるともう、やっぱりある程度名前が知れている、うん、おお人間を出してこないと、うん、そもそも何の勝負にもならんみたいなさ。そうなるね。 そんなんで東京都民の民度は一体どうなってるんだそんなに民度が低いのかとかってそうなんですかそんな民度の低い首都東京以下の GDP なんですっ、ね、ほほほほほみたいな感じで <laughs>、えー、なっちゃいますんでねあ,あの豊かな時ってね気にならないのよ政治ってもうそうなのよで大阪って今結構やばくなっててあの給食やべえとかさ こういろんなことが起きてるから万博にから使ってる場合かとかいカつらとかどうでもいいだろうとかベタンガス爆発させるところに子供招待してどうだったんだとかっていうふうに分かりやすいんですけど東京はまだねまだ今そういう明確なものはないね,ないねただまあ,、うん、あのだからといってこれから未来永劫安泰だとは全く思いませんよ東京と、うん、むしろ日本が沈んでいってる象徴が東京都だと思いますよ うん、もうだってインドに抜くを抜くをかれの首都よインドの首都デリううほら<ん>象徴で沈み行きつつブラックホールのようにさ、うん、全国から人をかき集めてるわけじゃないよいやいやもう本当に吸い込んでるよ吸い込んでるわけでさ、うん、ねっブラックホール都市なわけで、うん、まあブラックホール都市でとりあえず財政は豊かだから、うん、まあなんかこう。 いやね地方今行きゃさもう財政がないから橋も道路もどうにもならんとかさ、うん、あのバスの路線が一方的に廃止されてるとか、うん、バンバンそういう問題がねうん、うん、出てるけど東京都はなかななかかそういういいのが顕在化しないまあでもね<え>あのインドに抜かれたら世界的にはインドの首都以下の都市ですからね。うんインドの首都えっ、ー、とニューデリーだったかな えー、そこをもうインドインド以下それなりに生きって「人でーす」とかって言ったら恥ずかしくてしょうがないわまだエジプトより上よいやそれエジプトよりは上ですよだいぶ下ですからエジプトエジプト国民食のパンをね政府が、あのー、応援資金出さないと値上がりしてもうクーデター起きるんじゃないかってくらい値上がりしてるんですよだから今かなりの経済的苦境にエジプト今追いやられてますから。 さすがにそこまで行ったら小池とか入ってる余地ないと思う。うん、うん。ただ、とはいえ、あの東京都のスーパー行っても、やっぱ高いじゃないですか。だから物価が上がってきてるから、へーってなるわけよ。で、その時に、なんとかならんのそういや、政治どうだったっけって思う人はどれだけ出てくるかだと思う。うん、うん まあそれで自民党はとにかく独自候補は立て、逃げ逃逃げげたわけだよ、またね。まあ無理だもんね。まあどんなやつ立てたってさ、自民党じゃやっぱり難しいわけで、どんなにこの、いや、都知事はあの国政とは関係ありませんって関係なくないから、全くさ。これ自民党はもう本当、 あの立てられないっていうね、うん、まあそれはしょうがねえっちゃしょうがねえで結局だからもう「小池応援させてください」と「うん、バス」じゃなくて「させてください」っていう感じでまあ確かに小池にすがりつくのかなっていう感じだよね、うん、結局結局ねうん、なんか自民党もすごいですよね政治倫理審査委員会 で参議院議員29人全員出席要請断ったんでしょん。ごうよね確かにねで自民党のその青年審の委員長がもう困っちゃって、うん、石井さんっていう人がさ、うん、いくらなんでも一人も出てこないとはっていう <laughs> そうそうそういくらなんでもこれは無理でしょっていう <laughs> これはちょっと恥ずかしいでしょみたいなね<う>そしたら江藤清志郎がさ、うん、あのあれ 昨日だっけ動画を送ったけどさ「いや、うん、もうあの終わったんで終わったんで」たんでみたいなあもう説明したじゃないですか <laughs> なんか問題あるんすか <laughs> みたいな感じでねいやーもうすごいよねやっぱね、うん、もうニヤニヤしててさうん、うん、まあ参議院はさ、うん、あの6年に1回しか選挙がないはい で半分ずつしか改変されない。うんうん、だからまあなんていうの衆議院選挙があったとしても自分たちは関係ないって思ってる節もあるよね。俺まだずっと選挙まだずっと先だがんなって、うん、だから大丈夫だみたいな。なんでねこれだいぶ多分厳しいよ自民党のこのなんか。 これ心に出てきます参院ね衆院は確か今日、うん、20日に何人出てくるかわかるんですけどそうだね、うん、こんだけなんいまだに自民党はまあなんか裏金裏金とか言って一時的に人気は下がってるけどどうせ自民党は安泰ですって思っているから、まあ、ここは一応ちょっと逆風吹いてるから小池田のみでって、うん、ちょっと無理ちゃうそれはまあ 結構まあ、それしか手がないんですで、うん、常に与党に、与党側にいたいわけじゃない、うん、まあだから野党にはなりたくないわけで。うん、それは都議、都議会でも一緒だから、うん、都民ファーストに自民党がもうすり寄ってって、うん、自公ですり寄ってって、もうオール,オール与党だよね、そうなんです、うん、今でもそう、あの、もうほとんど協力体制にあるわけで、うん あなんかもう本当合体しちゃうぐらいの勢いでだから逆に言うとその都民ファーなんかはさ出てきた時は自民党をぶっ壊せって言って出てきたわけですよ、うん、都政を都民に取り戻すから、うん、都民ファーストって言ってたわけじゃん、うんうん、なのに小池の2期目はもうあの自民党と慣れ合いになっちゃってる、うん、だからやっぱりさここでも法則は生きていてさ、うん、自民党にすり寄る,よる あの他の勢力はやっぱりさ同化かして消えていくのよだから多分トミーファンもそうなると思うよおそらくいやーでももらえる雨どれぐらい甘いんでしょうかねうんおそらくうちらが一生なめられない甘い雨ですよほんまさんひとつき万歳でどれだけおかしいおかしいとかって言っててもその雨コロコロコロってなめてるとまあいっかーって思える欲しいなその雨 <laughs> ねどんだけ美味しいんだろう 一個でいい。百個とは言いません。いや百個欲しいじゃん。でいいです <laughs>。ちょっとかんどれぐらい甘いかちょっと考えちゃいますよね。一個でいいです。一個これ一個欲しいですね。おお一生だめらんだよだめだめですよ小池とかは。 毎日舐めてる、ねい。いやい,いいだいいだってトミーファの議員たちも都議会でピロ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 ピルって舐めてるでしょでえっと俺にも飲めさせてくれ俺にも飲めさせてくれって言ってんのが一心の人たちでしょお大人未知見等で大人未知見等でいいからとにかく飲めさせてくれっつって <laughs> <laughs> まあそうだよね、うん、<laughs> まあだからトミーファもね ゆり子がいなくなったらもう消滅して自民党に吸収されちゃうよね,、うん、ねそうはそうなるやろうーんまあそれまでは自民党はちょっと厳しいんで、うん、ゆり子様お願いいたしますっ,って、うん、はいつくばって彼らは別にはいつくばるとかさな、うん何とも思ってないから別に、うん、何のプライドもないわけでさうん、うん、だからまあとりあえずまあ次はしょうがないわもう今大変だから なもう頼子に頭下げとけやんって、うん、もうそれだよね結局ねまあとにかく野党がどういう対抗馬を出せるのか、うん、まあこれにかかっているんですけどもう一応ずっと見てますけど何か何か月もあの <laughs> で, <laughs> <ょ>でさらに難しいよね、うん、だからね対抗馬対抗,対抗軸っていうか、うん、ちょっとなんかわかりにくいそうね でゆり子もほらあれあの履歴はさ「回、うん、ロ大卒やめて回路大入学」<laughs> 入学 <laughs> でえっと保険え<ど>ちょっと世間が騒がしいので卒はやめておきました、うん、入入にしておきました卒業に関しては今までと言っていることとは何も変わらないのですが世間をだいぶ騒がせておりますので入学という形にさせていただきました っていうふうふにこう適当に何,何言ってんだろうみたいな何言ってんだろうってうあれカイロだ何とか大入学ってなんか履歴書的に意味あんないやまああのー、東大とかなら意味あると思いますよ、うん、東大入学中退、うん、別にいいと思いますけど、うん、まあカイロ大学はあれだろう中東の東大とか何だっけエジプトの東大<で>ななそんなこと言ってなかったっけあのー 偏差値とかそういう点じゃなくってサダム・フセインからアラハト議長まで出す混沌とした大学としてすごく有名だっていう意味なんですよあ、ね、まあそうなると日本にそれに相当する大学はないよね当たり前だけどもはいないね陸軍,ないよ陸軍大学校とかって言っても別にサダム・フセインとか出てねえしなとか。 <laughs> それ陸軍士官学校いやだから実は孫文 <laughs> とか陸軍士官学校で勉強してたとかそういう話も特にないので <laughs> んはあんま関係ないだから日本にはないですそういうところはないねはいないですまあちゅうわけでねあの東京都知事選挙なんですけど百合子の人気はですね物価高と,とともにちょっと下がってるのは事実ですよいくら都民とはいえですね物価上がっておりますからこの野郎ってちょっとなりますよね じゃあどうなるのかっていうところがね野党は一体誰を出すのか誰出すんだろうみんなそこはちょっと興味がね、うん、尽きないところだとか難しいとこですね決定っ,っていうふうに会議やって数ヶ月経ってんだよ同じように立憲民主党の中でもお気持ちさせておりますがあのそうねもうちょっと時間が時間切れ だって、来週ぐらいに。そうよ、そうよ。やらないと、もう一ヶ月。ね。立っちゃいますから。え手すると、自民党と同じく、先輩かみたいな。<laughs> ええー、じゃあもうだけ、おゆりこさも出ない。だいあの、翼の党と江戸、江戸国党がいっぱい出して。あの、とつりまくって、で、お互い、だから、喧嘩しちゃったりとかして。だから、それだから、じゃ、ここは日本か、みたいな感じになるのか。 だから勘弁をちょっとあのそれだと YouTube 的に盛り上がらないので何かこう花のある候補者を出していただけるとねあのとても期待ができるところではございますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃあねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。